さて今日も海外の仮想通貨のニュースをまとめて噛み砕いて簡単にみんなに伝えていこうかなと思います。で今日もめちゃくちゃニュースが多いです。なんでもう軽く触っていく程度でやっていこうかなと思いますけど、今日はビットコイン、イーサリアム、テザー、BNB、BUSD、カルダノ、ポリゴン、シバイヌ、この辺をねまとめていこうかなと思います。まずはビットコイン、そこまで大きいプライスのアクションはないんですが、まあみんなが知っておくといいかなと思ったのが IMF が、エルサルバドルに関してすごい心配をしているという話で、まあ、エルサルバドルという国はビットコインを法定通貨、日本でいう円みたいな形に変えて日々使っているわけですけど、まあ、それに対して IMF が、すごい心配をしているっていうのがまた出てますね。でこれは前からすごく続いているニュースで、 IMF はエルサルバドルビットコインなんか使うなっていうふうに言ってるんですけど、まあ、そこの、今回また新しいレポートが出てきたと。で IMF が言っているのはビットコインはリスキーだ、だからやめるべきだと。で最近もトークン化して発行して、それを使って資金調達をして最終的にビットコインを買おうとしているエルサルバドルの政府に対して、そんなリスクなことやめろと言っているわけですね。でただ、実際の足元を見ていくとどうかっていうと、実は経済はうまいこと言ってるらしいんですよ。でこれは IMF も認めていて、エルサルバドルの経済全体的にはうまくいっていて、 GDP も 2.4% 伸びる予定だということも分かったんだって。なんでそういった意味で今、まあ、うまくいっている中で本当に、まあ、エルサルバドルは、まあ、IMF って必要なのかと、まあ、お金を借りる必要とかあるんだっけみたいな、まあ、話とかも出ているんで、まあ、このかなりハイレベルな国っていうね話ですけど、まあ、こんな話があるので、こういった動きを見てまた小さい国もね動いてくるかもしれないんで、ちょっとそれがね面白い、楽しみですね。次、イーサリアム、まあ、いいニュースも悪いニュースもというか、まあ、不安なニュースもあるという中で、一つがリド、ライド、これいつも分かんないんだけどどっちなんだろうね、リドなのかな。リドっていうイーサリアムのステーキングの、まあ、サービスを提供しているところが、まあ、あって、このリドっていうのがイーサリアム全体のそのステークする中でも、まあ、めちゃくちゃのシェアを持っているわけですよね。リドを通してステークしている人がたくさんいると。で今後イーサリアムが引き出しできるようになると、つまり今ってステークしたら引き出せないよっていう状態なんですけど、まあ、引き出せるように今後すぐなるとなった時に、この人たちどうするんだろうっていうのは注目になっていて、今回これがリドは一部売るかもしれないっていうことが出てるんですよ。で今見てみるとだいたい一月に、まあ、1000ステークドイーサリアムぐらい儲かってるんだって。すごいよね。だから一月になんか何億円っていう価格が入っていく中で、まあ、日々の運営費は賄われていると。ただ、一部やっぱり売ってステーブルコインとかにして次のブルーマーケットに備えるべきだとかいう声もあるみたいで、まあ、そういったのがコミュニティの DAO の中でも発生しているから、今後もしかしたらこういう大きいステークのね、あのジャイアントと呼ばれている人が売るかもしれないと。ってなると売り圧が出るし、どうなるんだろう、ちょっと怖いよねみたいな話になっているわけだね。なんで今後、前にも動画しましたけど、イーサリアム 2.0 ステークが引き出せるようになった時にどんなプライスのアクションになるかはちょっと楽しみかな。で次、まあいいニュースかなと思うんですけど、イーサリアムの分散化が進んでるよっていう話で、でアメリカの OFAC っていう経済制裁を罰するところの、まあ、言うことをなかなか聞かざるを得ないような状況にイーサリアムは、まあ、なっていたわけですね。で半分以上のブロックがその OFAC の、ルールに基づいたものではないといけないような状況だったと。
でそれは過去数ヶ月間半分以上がそうだったんだけど、初めてこれが減ってきたということなんですよね。で今 OFAC に、コンプライアントしなきゃいけないのは、まあ、46% なので、まあ、だいぶ数が減ってきているということなんで、つまり、まあ、より分散化が進んできていると、まあ、これはテクニカルにいろんな、まあ、インフラが整ってきたりとか、まあ、いろんなこう努力があってこういったことがあるので、まあ、全体的にイーサリアムの分散化が進むという意味ではまあいいんじゃないかなと思いますね。でもっといいニュースで言うと、イーサリアムの NFT やっぱり強くて 43% 上がったんだって、1月に。で、まあ、全体で言うとセールだけで、まあ、なんか800ミリオンぐらいあると。でこれはもちろん去年とか一昨年とかと比べたら全然低いかもしれないけど、まだまだ他のチェーンと比べたら高い方だよねと。例えば昨日も動画にしたソラーナの NFT が上がりつつあるっていうことですけど、それでもまあ100ミリオンとかなんで、もう全然レベルが違う状況だから、やっぱりこうキングはイーサリアムだなと。であと昨日も動画にしたビットコイン上で NFT が盛り上がってるっていうことなんですけど、今後これがどういうふうに営業してくるかはちょっと謎だね。ちなみにここまででいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録とベル通知と、まあいろいろやってるんでお願いします。また毎日こういうのを作っているんですけど、結構時間かかるんで、いいねとチャンネル登録してくれるとすごく嬉しいです。 OK、 次ポリゴン。ポリゴンが、次のアップデートで、まあ、ZKEVM っていう、まあ、そのネットワークを出すんですけど、まあ、それのメインネットのベータが3月の末に出るよと。つまりあと1ヶ月ちょっとでもう準備できるぞみたいなことを言ってるんですよね。でこれはもうイーサリアムのそのスケーリングソリューションで、さらにそれが強化されるということにもなるので、これはすごく期待がされると。ここに向かって価格がどうなるかっていうのはまあ分かんないですけど、今ポリゴンを見ると、まあこのニュースでね、これで 4%5% 上がってますけど、これがどこまで上がるのかで、また多分ニュースの直前になって売られるみたいなことにもなりかねないので、まあそこは気をつけた方がいい気がするかな。はい、次カルダノ。カルダノに、まあ、アップデートがありましたと。カルダノも結構伸びていて、7% 上がってるんだよね今日。なぜかというと、バレンタインデーにアップデートがあったんですよ。でバレンタインデーアップデートっていうんだけど、結局何かって、まあ、簡単に言うとセキュリティが、まあ、上がったっていうことで、まあ、プルータス上で、まあ、ダップを作るときに、まあ、まあセキュリティが上がるということで、まあ、より、まあ、ネットワークとしていいよねということなんだよね。で見ていくと、まあ、これがまあうまくいきましたよと。で、まあ、テクニカルなこともまあめんどくさいのでカバーしないので、まあ、興味のある人は見てみてくださいと。っていう意味で、まあ、開発が順調に進んでいるのはカルダノはいいよねと。でかつ、例えば最近の情報、2月の情報とかを見ていくと、全体で、GitHub でのアクティビティが第2番目なんですよね、カルダノ。でダップの数とかそこまで目立ったものとか見えない感じがしますけど、カルダノはやっぱりすごくアクティブで、その上に行くのがポルカドット草間なんで、やっぱこの2つは二大巨頭だなっていう感じですかね。意外にディーセントラランドとかっていうのが第4位とかに来てるみたいで、そうなんだって感じするけどね。しかもなんかアイオータとかなんか久々に聞いたなみたいな。で見るとソラーナなんてすごい小さくなってるから、これを見るとやっぱりちょっと大丈夫かなっていう気がする。であとコスモスすごい人気なんですけど、こんな少ないんだっていうのは気になりますね。まあ、ただコスモス SDK って言って、まあ一部分コスモスの SDK 使って開発するチェーンとかね、まあいろいろあると思うんで、まあまあまあそんな感じですかね。全体の顔ぶれとしてはこんな感じ。で次、ポリゴンに続いて同じようなスケーリングソリューションが出てくる、柴犬で、前からちょっと言ってますけど、シバリウムっていうのが出ると。でこれがいつ出るんだ、わかんないねってだったんだけど、このレイヤー2ブロックチェーンっていうのが、おそらく5月ぐらいじゃないかということで出てきてると。っていうのが、まあ、この、ツイートのね、ところから出てきているので、まあ、運営関連の人から。まあ、今年の、まあ、前半には出てくるんじゃないかなと。これに
まあ、これがうまくいくと、まあ、ボーンっていうトークンとか、まあそれによってこう、ね、芝トークンがバーンされたりとか、まあ、なんかいろいろ新しいメカニズムが入ってくるんで結構面白くなりそうだなということで、個人的には期待してますね。ステーブルコイン BUSD が、まあ、死んだと。ディクリプトが、まあ、過激に書いてますね。死んではないけどね、新しく発行することが、まあ、止まって、まあ、今後まあ、ユーザーが使いづらくなってきているのは間違いない。その中でテザーに全てが飲み込まれていった、まあ、1000億以上ってことを書いていて、まあ、全てはやっぱりこのステーブルコインの王者であるテザーに飲み込まれていく構図になっていると。まあ、背景は昨日の動画とかでやってるんで言わないですけど、まあ、今後ステーブルこの BUSD の行方がちょっと気になると。 BUSD はバイナンスが発行してるステーブルコインで、まあ厳密に言うとパクソスっていう会社がやってるんですけど、まあそれが今回ニューヨークから、命令されて止めろと言われたと。なぜならお前らバックできてないだろうっていうことを、まあ、疑われているからということですね。で、まあ、DeFi ラマとかを見てみても、まあ、やっぱりこうテザー USDC、まあ、BUSD なんですが、まあ、かなりボリュームは落ちているということで、ただじゃあ BUSD が終わったからじゃあ USDC もしくはテザーがいいのかっていうと必ずしもそうではないかなと。結局同じようなもので中央集権的に管理されているものですと。で、分散型と呼ばれている DAI っていうのも結局中身は全て USDC だったりするという問題があるので、もうほとんどステーブルコインって分散型のものって事実上あんまないような気がするんですよね。なんでどこにお金が流れようが、まあ、リスク的には変わらないと。ただ、まあ、テザーの方がアメリカの政府からの圧力が受けづらい状況にはなるので、まあ、それが唯一テザーが持っている、まあ、アドバンテージかなという気はする。特に USDC なんかと比べて分かんないけどね、はい。でモルガン・スタンレーなんかもステーブルコインには気をつけた方がいいと言っていて、結局ステーブルコインの、まあ、全体の額が落ちてくれば、まあ、流動性も下がるし、まあ、いろいろ問題が起きるということが書いていて、で他のステーブルコインも、まあ、結局構造上似てるものが多いので、別に BUSD から逃がしたところで構造上のリスクは、まあ、どこも変わらないということもあるから、まあ、気をつけた方がいいよねということが言われている。じゃあ BNB どうなんだ、なんかちょっと怖いなと思いつつ、ただ、まあ、BNB もロードマップを出してるんですよ昨日で、すごいうまくいっていて、でこれも結構エキサイティングなんですが、まあ簡単に言うとトランザクションのスピードをめっちゃ増やして、で ZK ツールを作って、そしてバリデータも100に増やすと。一つの BNB の弱さはこのバリデータの数で、もともと20何人しかいなかったみたいなところですけど、それがどんどん増えていって、まあ、今後100になるよということなんで、まあそれはすごくいいですよね。であとは EVM コンパティビリティで、まあ、ZKBNB っていうのを作ると。なので、まあ、これらが、まあ、出てくると、まあ、どんどん分散化をしていって、まあ、その上にあるDAP とかもね、まあ、より安心感が出るんじゃないかなと。で最終的には 5000TPS まで行くと言ってるんで、結構すごくいいよね。あとオプティミズムのロールアップも対応するぞみたいなこともあるんで、まあ、あのお金があるからこそできることかなという気がする。で細かいところは、まあ、BNB チェーンの、まあ、ブログに書いてるんで、まあ、興味があれば見てみてはいかがでしょうか。結構ね面白いですよ、はい。ということで今日この辺で終わりたいと思います。ということでいいなと思ったらいいねとチャンネル登録とベル通知押してください。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。